はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの門真口です。4月20日火曜日お昼12時34分、56秒になろうとしています。1、2、3、4、5、6、どうでもいい話ですいません。はい、深谷市上芝東7丁目、で、粗大ごみソファーのお引き取りをさせていただきました。はい、リピーターのお客様ですね。はい、2、3年ぶりぐらいだったからね、ご利用いただいたの。でここは茶売街道を走っております。ここの通り茶売街道って分かる人、やっぱ地元で長くいる人しか分からないかもしれないですね。私もまあ地元なんで分かりますけど、茶売街道、まあ、かなり昔歴史的に古い時代からの名称で、実際にここの通りが昔からながらのその茶売街道と呼ばれたところであるかは定かではないっていう、なんかちょっと調べたらそんな風に書いてありましたけど、先ほどのところから茶売街道、この真っ先まっすぐ、まあ、ダイヤパレスとかある方ですけど、深谷の先、あっち、茅場の方でしたかね、あっちの方まで続いてますね。はい、こっちから上芝、西、上芝町、西になりますね。さっきの、あの、アリオ、洋華堂のところの、道路境ですね。東西とこっち側が上芝町、深谷市上芝町西の方ですね。要塞のようで、まあ、ものすごい大きさありますね。ビッグウィングって別名言ってますもんね。大きな翼、まあ、そう翼状にこう、建てられてますよね。15階建てだったですかね。あたりダイヤパレスの先あたりでご案内終了させていただきたいと思います。はい、あんまり映らないですかね。上野台です、今ここは深谷市上野台、左側ちょっと、まあ、見えましたね。ダイヤパレス、カメラでは全体がちょっと映らないですね。まあ、本当にすごい大きなマンションですね。ここ左が薬の青木さん、昨日ご案内した動画の中で話しましたけど、何百メートルしか離れてないところに薬の青木さん2つある。この先にも薬の青木さんあるんですよね。桜ヶ丘の方、右行くと深谷中央陸橋の方ですね、駅の方。4、
400-500m ぐらいですかね。 500m ぐらいしか離れてないんですかね。薬直樹さんが2つあります。本日はかなり天気がいいですね。風もほとんどないです。穏やかです。昨日は風強かったですけど、で、気温25度、6度となっています。ものすごく暖かくなっています。右が桜ヶ丘小学校、桜ヶ丘幼稚園もありますね。幼稚園と小学校一緒にあります。右側ですね。桜ヶ丘小学校前、左側に薬の青木さんがあります、はい、この近距離で、ね、強行ってなってますね。はい、ここで、終了させていただきます。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。